皆さんこんばんは。本日の試合は鹿島アントラーズ対ファンインジンシュン、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあ両チームイレブンが姿を現します。鹿島は 4-4-2 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、まあ、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね。サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、はい。まあ、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。勝者はどちらなのか。そろそろ試合が始まります。キックオフでスタートです。鹿島アントラーズ対ファンインジンシュン、エキシビションマッチをお届けしてまいります。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。ふわっと裏を狙う柔らかいパス、ここをかわした、打ってった、なんと止めた。いやいや、ナイスセーブ。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。この場面でスーパーセーブです。頭できた、決まった、先制。ファンインジンシュン、ファンインジンシュン先制に成功。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあファンインジンシュン、この時間に先制に成功です。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。緩く狙ったボール、ルース、パスでつないで攻め込んでいきます。ファンインジンシュン、裏のスペースを狙う、いいボール入りますよ。この位置でボールを受けます。左サイドへ抜けてくる、丁寧に足元を使う、ファーサイドシュート、決めた。素晴らしいプレーでしたよね。ファンインジンシュン連続ゴール。ファンインジンシュン、いや、よく反応しましたね。これ落ち着きましたね。結構とっさに深く選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。
さあファンイン人春、さらに1点を追加し2対0としています。ファンイン人春としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。 2-0 リードは精神的に来た。シュート、来たアントラーズ、鹿島1点差に追い上げます。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。鹿島、アーチのようなパス、ロングフィードで狙う、これは旗が上がっています。飛び出しがちょっと早かったようです。ギリギリですね、はい、ちょっと残ってましたかね。鹿島としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。ここかわす、抜けた、シュート、守護神触る、これよく止めましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ好セーブを見せました。ここはキーパー処理しました。庄司、長いボールを振ります。ルース、フワット裏を狙う。原崎、このボールをカットします。ドルーズボール、チャンスを演出できるか。抜けた、勝負のシーン決まった、追加点、ファンイン人春。さあさらに点差が開いています。今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目のゴールです。リスタート。ファンイン人春としてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。シュート、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。いや今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりはハマった時チャンスですからね。鹿島アントラーズ、この残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなげたいですよね。裏のスペースを狙う、スルーパス越えた、打っていった、おお、いや追加点、素晴らしいゴールでしたね。ファンイン人春、ファンイン人春、怒涛の追加点。いかがですか。
まあ、本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないでしょうかね。ファンインジンシュン3点のリードでリスタート。ファンインジンシュンとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。鹿島、前半をうまく乗り切れなかったように見えましたが、どう思われますか？パスの出どころやボールの奪われ方なんか見ていても、うん、後半スタートです。鹿島としては、まあ、このハーフタイムでどういう修正をしてきたかですよね。緩く狙ったボール、勝負のシーン、抜いたリドル、これはキーパーファインセーブです。まあ、こういうチャレンジはいいですよね。どんどん打っていってほしいですね。ファンインジンシュン、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。ロイサイドを縦に走らせます。裏狙いましたね。ここはすぐ奪い返します。鹿島シュート止めた。これはキーパーがいい反応でした。もらう前にシュートをイメージしたと思うんですけどもね、ちょっと焦っちゃいましたかね。このピンチよく防ぎました。どうだ、どうする、さあ仕掛けるか。鹿島ここでファールをもらいます。ちょっとファールになりましたけど、この辺で抑えとかないと危険ですよ。注意に終わりました。この位置危険です。1点詰めておきたい。直接決めた、アントラーズ、いやー素晴らしい。鹿島あと2点というところまで来ました。直接叩き込んできました。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。そうですね。さあ鹿島2点差に詰め寄りました。ロングフィードで狙う、つながります。味方を少し待っている、アーチのようなパス、素晴らしいシュート、ゲット、ファンインジンシュン、これで点差は3点です。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。さあファンインジンシュン3ゴールリード。ロイ裏のスペースを狙う、触ったフリーだ、シュート、
横から狙っていきました。攻めていきたいでしょうね。一人で持ち上がっていく。入りましたよ。チャンス抜けた。ああ、いい展開ですね。抜けてくる。コース空いた。さあフラッグは上がっています。ロイ。さあ左へ預けて。レオシウバ。金崎。遠藤。レオシウバ、ふわっと裏を狙う。さあこの時間帯でセットプレーのチャンスです。さあともに選手交代があるようです。さあ鹿島、同時に2人の選手が入れ替わります。ちょっと伸びてしまいました。敗れました。その差は3点。力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、本日の対戦何か。